ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の絶つながれラジオ。あなたの心のアルコール消毒しちゃう3分間さあやってまいりました、今週来週は高田目渚のトラブルシューティングを一緒に盛り上げるということで、ノア役の湯浅楓さんをゲストに招いております。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、一応今日もう金曜日になったと、はい、金曜日になってきたように、はい、未だになんかこう、うん、乗ってきてないよね心の壁がね、鼻筋鼻筋。はい、ということで、はい、今日もでも持ち込みます、うん、持ち込んだ、はい、苦手なやつだ。題して、うん、ゲームキャラとゲストを今夜比べてみました。じゃあそれでは早速参りましょう、はい、私の演じるノアは生徒会初期、初期っていいよね、ですが、うん、私、湯浅は学生時代〇〇〇でした。さあ、今ピー、はい、答えてください。はい、何でしょう。湯浅演じるのは生徒会初期でしたが、うん、はい、私、湯浅、はい、学生時代、はい、虫でした。どういうことねえ。いやいや、やっぱね、生き物として違うものじゃん。いやいや、やっぱルストブルグってそういう国だもん。あ、そっか、あれ男か虫じゃないんだ。虫って何？じゃあ虫だとしたら何ですか？いや、もう 何虫虫だとしたら 何っぽいですか？あれじゃないかな、コオロギだねすげー。それが、その心は、はい、そのめちゃくちゃ美しい音色で鳴くけど、見た目はすごく汚い。汚いって言うなよめちゃくちゃ美しいね。すごい、なんかでも急にコオロギかわいそうっていう愛着が湧いてきましたでしょっていう感じを、やっぱりだって生徒会初期ですよ、うん、そっからの虫来ます。虫だよ。こっから答え、なんか真面目に言う私の気持ち考えて。あ、一応聞きますよ。あ、本当に興味ないけど一応聞いてきます。正解なんですか？絶対つまんない流れになるけど、私湯浅は、うん、転校生でした。あー、なるほどね。ほらけどあれでしょ、なんか虫とか言うから、滅びの未来を変えに来た転校生みたいなやつでしょ。そうそうそう、転校生だったってこと。あ、俺初めてだから。そうだった。すごい美味しそうじゃん、なんかこれ。すごい、なんか綺麗な色してますよ。それなんか心理刻印に、氷までなんか色ついてる、これ見立てた氷らしい。心理刻印が入ってる。そうそう、じゃあ強くなれるんですね。うん、じゃあ俺何力に振ろうかな。いただきます。コオロギパワーを入れときますよ、うん、違うんですか？ああ、どう？コオロギの味がするということで、はい、お味がよろしいようで。お味がよろしいようでまたお疲れ様でした。これ結構まずいな